遅かったではないか。申し訳ありません。事後処理に戸惑ったものですから。それより事実なのですか。何が。ヒューイがルーシエラに降伏したことです。事実だよ。ルーシエラではなく邪神軍だがな。包囲しようとしたら邪神軍がヒューイたちを助けたって。バカな。ヒューイが。でも本当だから仕方ないよ。グロー。だってそうだろ。寝返っちゃったんだからどうしようもないよ。お前はヒューイと戦う。それが命令ならね。お前。個人的な見解など必要ない。お主たちは我々の命令に従えばいいのだ。はっ。まったく。たるんでおるぞ。申し訳ありません。では命令を伝えるぞ。ソミアの処刑ヒューイの離反により第7第8西部隊は事実上役をなさなくなった。そこで作戦にも変更を加える。はっ。まずは第4西部隊。はい。第4西部隊にはこのアルビダブの防衛を行ってもらう。また第7第8西部隊の残兵も第4西部隊のもとに置く。わかりました。第1西部隊はパルミラへ帰還してもらう。首都へですか。少し見てもらいたいものがあるのだな。心配するな。悪い知らせではない。今は詳しく話せんがな。はい。ともかく明朝出発してもらう。今日はゆっくり休め。失礼します。ディシス様。どうした。ヒューイ様。ああ、事実だった。そうですか。この人がディシスの奥さんなの。ああ。そう、綺麗な人だね。グロー。何。そのなんというか俺だけが幸せになって。何言ってるんだよ。デュシスが幸せならそれでいいじゃないか。みんな自分が幸せになるために生きてるんだから。だがお前は。僕は大丈夫だよ。僕も自分の幸せはもう見つけたから。じゃあね。ディシス様。そんな顔するな。あいつの悪気は。いえ、ヒューイ様のことです。あ、そのことか。はい。あの方が敵になるのは手強いか。できれば戦いたくありません。そうだな。だがいずれ戦わねばならん。はい。聞きたいこともあるしな。聞きたいこと。こっちの話だ。それより出発の用意を整えろ。明日パルミラへ向けて出発する。失礼します。シルエラか。どうしたの。グロー様にお聞きしたいことがあって参りました。聞きたいこと。はい。なぜ私たち元第7西部隊を後方に移されるのですか。ああ、そのことか。エスタも重要な拠点だよ。あそこを奪われるとパルミラとの連絡が取りにくくなるからね。それだけですか。うん。だったら他の方に任せてもいいと思いますが。でも別に君たちでもいいだろう。はっきりおっしゃってください。はっきり。私たちがヒューイ様のもとに走るとお思いなのですね。バカにしないでください。私だって軍人です。自分が
どうするべきかぐらいは知って。普通ならね。え？セリアから聞いてるんだ。シルエラはヒューイを好きだって。それは何も好き合ってる者同士が殺し合うことないよ。そんなの関係ありません。私は指示を持って工事を曲げないか。口で言うのは簡単だよ。でもそれを実行するとなったらいろいろあると思うし。でも指示で指示を曲げることはできます。様ですから私を。ううん、やっぱり君にはエスタへ行ってもらうよ。なぜですか。私は君がヒューイと何を約束したのか知らない。でも僕にだって思惑はあるんだ。思惑。うん、君にいられるといろいろやりにくいから。でもこれは命令。今夜中に立ってよ。わかりました。失礼します。シルエラ。はい。心配することないよ。すぐにヒューイに会えるから。はい、失礼します。ヒューイの離脱によりインジェラ軍は戦線の再編を余儀なくされた。それはすなわち各方面からの撤退である。それにつけ込むようにルーシエラ軍はエスタシアの駐留兵力を展開、次々と湿地を回復しているのだ。意外と手間取りね。はい、敵も必死なのでしょう。それほど戦略的価値があるわけでもないだろう。おそらくは基地を撤収する時間を稼ぐための足止めかと。捨て駒か兵と武士とどちらが大事なのか。兵は捕らえられたところで我が方につくことはありません。逆に捕虜として足かせになります。武士はすぐに我が軍に利用されるってわけか。馬鹿な指揮官だ。そのために兵たちの信頼を失うことに気づかないのか。ですが連中には神がありますので。神か。そんなもののために私たちは死ねるかな。まあ無理でしょうね。ヒューイの部隊か。はい、いつの間にあんなところへ。相変わらずいい動きをする。敵の側面に突入します。全軍に通達。ヒューイを無駄死にさせるな。入るぞ。ああ、仕事か。捕虜の移送の手配をね。立ち戦もこれだけ続くといろいろと大変だよ。負けるよりマシだろ。まあね、ただこういう仕事はちょっとね。性に合わないか。ああ、できれば誰かさんに代わってもらいたいんだけど。遠慮するよ。冗談だよ冗談。君の方が私の100倍は向いてないだろうからね。分かってるなら言うなよ。で、話って。ああ、まずは今日のお礼。君が敵の側面をついてくれたおかげで楽ができた。ありがとう。別に礼を言われることないよ。で、本題は。次の作戦目標。次の。今までは勢いだけで攻め上がってこれたけど、ここからは違う。守るべき拠点も増えたし、アルビダムにも近くなってきた。慎重にか。そういうこと。そろそろ取る順番を考えていかないと大変なことになるからね。そうだな。それで君に相談しようと思ったんだよ。参謀は別だろ。
俺なんかよりそいつらに相談した方がいいんじゃないの？言っただろ、順番を間違うと大変だって。今の私の部下に君ほど切れる人材はいない。おだてるなよ。おだてなんかじゃないよ、事実だからね。君の他に使えると言ったらアリアって子くらいかな。じゃあアリアに聞けば。そんなに自分の意見を言いたくないの？というか通るかどうか。これでも懐は広いつもりだけどね。じゃあ一応言うだけは。そうしてもらえるとありがたいよ。それでどこを攻める？攻めるとしたらアルビダブだな。それはまた。だから言いたくなかったのに。ああ悪かったよ。それで理由は？簡単なことだよ。このまま古城の一つや二つ落としたところで仕方ないだろ。まあね、インジラが再編を終わらせればそこまでだからね。だったら兵力編成が終わる前にアルビダブを落とす。今落としておかないと厄介だからな。確かにね。それにアルビダブを落とせば和平に持ち込めるかもしれないしな。和平か、応じるかな？確率は低いよ。でもゼロじゃない。戦力的に有利とは言ってもインジェラだって疲れてるんだ。君が抜けてかい？茶化すなよ。君に言われるのは心外だけどね。とにかく生部隊のほとんどが壊滅してるし、アルビダブを落とされて攻勢に出るだけの余裕はないはずだよ。まあクリカラ方面にインジェラの兵力を割かせることもできるし、悪い賭けじゃないか。それで勝算は？それほど低くないよ。なら聞かせてもらうよ。どうやってアルビダブを落とすつもりなのか。兵力を3つに分ける。分散か。それで？まず一隊は陽動部隊としてアルビダブの後方エスタを攻める。陽動を断つと見せかけてアルビダブの戦力をおびき出すと。そういうこと。そしてアルビダブから出撃した部隊の側面をもう一隊でつかせ、これを本隊と思い込ませる。残る一隊はさらに増援を出し、手薄になったアルビダブ基地を攻略するか。察しが良くて助かるよ。まあね、でも悪い賭けじゃない。乗らせてもらうよ。あとは役割分担だ。君には私と一緒にアルビダブへ来てほしいんだけど。アルビダブな。落とすのが早ければ早いほど本体の運用に幅を持たせることができるからね。そうだな。じゃあアリアに別動隊を率いてもらうってことでいいかい？大丈夫かな。ダメだよ、部下は信用してあげなくちゃ。何をお考えですか？ヒューイ様のことですね。ああ、奴の軍が行方をくらませたらしい。どこに行ったのか。アルビダブ。アルビダブだと？はい。なるほど、戦力の再編が終わる前に落としておこうというわけか。はい。だが果たして今の戦力で落とせるか？可能です。どうする？まずは手頃な場所エスタを攻めます。陽動か？はい。その上で一体をもってアルビダブからの救援軍を攻撃。残る一体は手薄になったアルビダブ。なるほどな。だが貨幣をさらに分散するだろうか？もともと貨幣なのです。それで当たるよりは分散させ騎兵にした方が有効です。だが奇策は所詮奇策。そんな危ない橋を渡るとは思えないかな。成功すれば10倍以上の効力を発揮します。それに。それに？他にルーシエラが生き延びる術はありません。和睦か？はい。ヒューイ様は我が方の内情を知っていますから。確かにな。だが奥の手までは知らない。はい。キャラウェイ。はい。死者の用意をグローに知らせておく。
どうぞ。失礼します。どうしたの、キュウイでも見つかった？いえ、パルミラから書状が。パルミラから？はい、流出からか。なるほどね。何と書いてあるのですか？大したことじゃないよ。それより、失礼します。何事だ？はい、偵察隊より報告、ルーシエラ軍が現れました。ルーシエラか、それは誠か？はい、偵察隊と交戦後、エスタ方面へ向かったとのことでございます。エスタへ？僕たちの背後を作ってはいか。直ちにエスタへ増援を。はっ。ですがグロー様、少し怪しくはありませんか？何が？ルーシエラの動きです。まるでわざと我々に居場所を知らせているとしか。偵察隊が有能だっただけだよ。部下の手柄は素直に認めてあげないとね。はあ、ですが。それに、どのみちエスタを見捨てるわけにはいかないよ。確かに。分かったら君も出陣の準備を。私もですか？ここは僕一人で守る。それに、エスタの攻撃軍がおとりだったとしても、早めに片付ければ済むだけだしね。では、エスタの増援に主力を割くと。うん、その部隊の指揮は君に任せるよ。ですが、これだけの城壁があれば、僕でも基地を持たせるだけの力量はあると思うけど。わかりました。ではルーシエラ軍を素早く片付け、一刻でも早く戻ります。頼んだよ。はい、失礼します。城壁か、申し上げます。動いたみたいだね。はい、インジェラ軍はアルミダム基地よりエスタへ向けて進発いたしました。その数およそ7000。 7000？ 思ったより多いな。ヘボ将棋、王より飛車を可愛がりってね。いいんじゃないの、おかげでアルミダムを落としやすくなるし。まあね、ただ大丈夫か？はい、大丈夫です。なんなら変わろうか？いえ、初めの手はず通り私が行きます。本当にいいわね。はい、失礼します。本当に大丈夫かな？大丈夫って言ってるんだから信じるしかないと思うけど。まあ、そうだけど。心配なら少しでも早くアルビダブを落とすことだよ。そうすればあの子を助けにも行けるし。そうだな。ヒューイの思惑通り、インジェラ軍はエスタへ増援部隊を派遣した。それに合わせて森に潜んでいたルーシエラ軍も兵力を二手に分け、一隊をエスタとアルビダブの中間地点ファシズに伏せ、主力をアルビダブ攻略へと向かわせた。グロー様、そろそろ来ると思ってたよ。ヒューイが来たんだろ。はい、直ちに出撃した部隊に伝令を。その必要はない。全軍に命令、外で迎え撃つ。正気ですか、グロー様？今外にいるのが本体だ。あれを撃てば全てが終わる。違うか？それは。それに出撃した部隊もどこかで足止めされてるよ。戻れるわけがない。何してるんだよ。早く出撃の準備を。